ロバート・フランク・ボブ・ブラッドリーは、アメリカ合衆国ニュージャージー州エセックス郡、モントクレア出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。1981年、22歳の時に、オハイオ大学で、サッカー指導者としてのキャリアを開始する。1983年、彼の前のアメリカ代表監督だったブルース・アリーナに、誘われ、バージニア大学で、彼のもで、 アシスタントコーチを務める。1984年、プリンストン大学で監督に就任。同大学を11年にもわたり指導する。1996年、新しくスタートしたメジャーリーグサッカーの DC ユナイテッドで再びブルース・アリーナの下でアシスタントコーチを務める。1998年、新しく MLS に加入したシカゴ・ファイヤーの監督に就任。 チームを MLS カップと US オープンカップの2巻に導き、その年の MLS のコーチオブザイヤーを受賞する。その後、メトロスターズ、チーバス USA の監督を歴任。チーバス USA では、前年最下位だったチームをプレーオフまで導き、自身二度目となるコーチオブザイヤーを受賞した。2006年12月、 2006FIFA ワールドカップでの成績の責任を取りたいしたブルース・アリーナの後任としてアメリカ代表監督に就任。2007年6月にアメリカで行われた2007コンカカーフゴールドカップで見事に4回目の優勝を果たし評価を高めるが、その直後に行われたベネズエラで行われたコパアメリカ2007ではグループリーグ全敗で終えて批判を受ける。2009年6月、 北中米代表として、FIFA コンフェデレーションズカップに u p 2009に出場。グループリーグを辛くも突破し、準決勝でスペインを撃破。決勝でも、ブラジルを相手に2点をリードし、あと一歩のところまで追い詰めたものの、2から3で敗れた。2010FIFA ワールドカップでは一時、グループリーグ敗退の危機もあったが、最終的には、グループリーグを1位突破して、ベスト16を成し遂げる。 2010年8月、契約を4年延長した。2011コンカカーフゴールドカップでのデーパフォーマンスが要因で、2011年7月28日にアメリカ合衆国サッカー連盟により解任された。同年9月14日、エジプト代表監督への就任が決定した。しかし、2014FIFA ワールドカップアフリカ3次予選において、 ガーナとの一戦で2試合合計スコア3から7と敗北し、ワールドカップ出場権を獲得できず解任された。2014年1月2日、ノルウェーのスターベクイフの監督に就任。2015年11月10日、リーグトゥノルアーブル AC と契約を結んだ。2016年10月3日、スウォンジーシティ AFC の監督に就任した。2017年7月27日、 2018年から MLS に参戦するロサンゼルス FC の監督に就任することが発表され、翌年1月1日に就任した。2019年シーズンではリーグ1位となり、サポーターズシールドを獲得した。ありがとうございます。